こんにちは、グランピーの池田です。皆さんカテゴリーについてですね、考えてみたことありますか？自転車もですね、たくさんのカテゴリーがあります。例えばマウンテンバイクですね、オフロードを走ったり、ガタガタの道をこう飛んだり跳ねたりするような、自転車、マウンテンバイクで速い速度でより軽い自転車で遠くまで走りたいという方にこうおすすめなこうロードバイクと細いタイヤのですね、自転車があります。で、ただですね、今その一番分かりやすいそのカテゴリーの2つの間にですね、たくさんのカテゴリーが今できてますね。例えばグラベルロード、ツーリングバイク、クロスバイク、まあ、昔の、言い方でいくとスポルティーフとかプロムナードとかもういっぱいあります。中にはこうマウンテンバイク寄りのロードみたいなのもありますね。先日お客様がですね、ご来店された時にドロップハンドルにマウンテンバイクのタイヤがついた自転車があったんですよ。で、それについてですね、これは、ロードバイクなのかそれともマウンテンバイクなのかって聞かれた時にですね、まあ、確かにこの自転車は一体何なのかと、ドロップハンドルっていうそのロードバイクのようなハンドルがついてて、でもタイヤ周りを見るとマウンテンバイクと、じゃあこれは一体何なんだって言われた時にですね、深く深く考えるとこれは一体僕もすっとこう答えが実は出なくてですね、まあ、オールロードバイクというのかグラベルロードというのか、まあ、カスタマイズされたものというのかですね、なかなか難しいところではございます。で、今回ご紹介するのはですね、ちょっと前置きが長くなったんですけど、そういうカテゴリーにですね一切、とらわれずマルチに全部楽しんでしまおうという商品が入荷してまいりましたので、そちらをですね、ご紹介します。はい、こちらです。ジョーンズです。ジョーンズのループ H バー SG タイプですね。大変長らくお待たせいたしました。以前入荷した時にですね、すぐに売り切れてしまいまして、で、後々ですね、こうSG タイプのこのハンドルないのかないのかとお問い合わせをいただいてたんですけども、ついに入荷しました。ジョーンズのハンドルですね。ではまず、このハンドル一体何なのかというところから、ご紹介します。で、これはマルチポジションハンドルと言われてまして、いろんなところが握れます。例えばこの両端ですね、荒れたところに行くならこの両端を持ってしっかりとハンドルを押さえられるようにするというのがここの部分。ちょっと内側を持つとここにまあブレーキレバーが来るわけなんですけど、ブレーキをいつでもかけれて安定して走りますよ。で、肩幅もですね、狭く持つところが狭くなりますんで、オフロード問わずオンロードでも長い距離でもこう走りやすいという基本ポジションがここになります。で、前ですね、前を持つとエアロポジションになります。オンロード、誰もいないこう一直線のようなところ、スピードを出してこうなるべく前傾姿勢でという時はここの前を持つポジション、後ろですね、手前の方を持つと体がこう起き上がりますので、より楽な、ポジションで自転車を運転することができると。で、他にも実はこういう全部ブレーキレバーを覆うような持ち方とか、まあ、手をこう広げて持つとかいろいろこう持ち方があるんですけども、大体まあその4通りですね、端っこ、真ん中、前と後ろと。で、その場所、その環境、その自転車に合わせて自由に使ってくださいよというのがこのジョーンズのループ H バーになります。で、今回入荷したですね、このここに SG と書いてるんですけども、これは一体何なのかと言いますと、通常のループ H バーは、もう少し実はですね、形は一緒なんですけど、もう少し軽いタイプになります。で、外の通常のループ H バーアルミニウムというものからもう少し、チューブのですね、ハンドルチューブの構造をちょっと見直しまして、価格コストをちょっと下げたというのが今回のこの SG タイプになります。で、実際に比べてみるとだいたい 100g ぐらいの、差があります。こっちの方が SG の方が 100g、重たくなってます。で、ただこういうタイプの、ハンドルをですねご使用
される方というのは、おそらく荷物を積んだりバイクパッキングをしたり、そういうことをですね、結構やったり、まあ、もしくは、日常使いで街中で使ったりですね、される人が多いと思いますので、 100g の差というのはですね、そんなに実際に装着しても感じられないのではないかなというふうに思います。で、このジョーンズの SG ハンドル、これが、まあ、通常のものなんですけど、これと実はもう一個ですね、入荷してきたものがあります。それがこのジョーンズの、ループ H バー SG の 2.5 というところです。 2.5 は何を意味するかというと、こう上がってる、アップしてますよと、これをこう意味してます。なので通常のハンドルにつけてさらに起き上がったような、ポジションを確保したいという場合は、こちらの 2.5 バージョンを、使用するといいというところでございます。で、この 2.5 アップすると何がいいのかといいますと、こういうバスケットですね、ハンドルの前にバスケットがついている場合、まあ、こういう位置関係になるわけなんですけども、これがですね、通常のよいしょ、ちょっと失礼しますね、通常の、ループ H バーの場合は、まあ、近いわけですね。ハンドルがバスケットの上にこう覆うような形になります。もちろんこのステムの高さを自由にこう選べるタイプ、もしくはステムがすごく上を向いているタイプでしたら全然問題ないんですけども、なるべく前傾で、なるべく下にしてもうセッティングしちゃったという方は、まあ、ハンドルと、バスケットの隙間を確保するためにこういうタイプをつけてもいいかなと。まあ、これでしたらクランプ、ハンドルのクランプ部はそのままでこの高さを自由に変えれますので、まあ、こっちの方がまだ荷物が出し入れしやすいかなというタイプになります。はい、という感じですね。で、何をしようと思ったら、この、元からのサイズなんですけど、これ710mm というサイズになります。で、ここの端っこにですね、印が書いてまして、ここをズバッとこうカットすると、もう一個小さなサイズの 660mm のループ H バーとして使うことができます。なので、まあ、最初はやはりこう幅広いとこでいろんなポジションを体験していただいて、やっぱりちょっと広すぎるなっていう方は、まあ、後々こうカットして狭くしてコンパクトに使っていただくというのがいいと思います。あ、そう、余談なんですけど、スタッフの清水がですね、このハンドルはこう向きがいいんじゃないかと、通常こう上向きで、このジョーンズバイクスさんも、設計されたと思うんですけど、こうじゃなくて、まあ、こうやって使ったらよりこう前傾姿勢になってですね、面白いんじゃないかと、まあ、ジョーンズのロゴ逆さになるんですけどね、そういうふうに言っておりました。まあ、実際に、装着されるかどうかは清水が、決めるんですけども、確かに面白い発想だと僕は思いました。はい、で次、これです。ジョーンズの H グリップカルトングリップですね。これはこのジョーンズの 710mm のこの長さに、ピタリと合うグリップになります。でここはですね、やはりすごい長いんですよ。長いです。なので普通のグリップをつけてしまうと、ここ余ります。パイプが余ってしまいますんで、一緒にこのグリップを、装着すると非常に使い勝手がよく、できます。でこの H グリップですねは肉厚です。非常に肉厚なので、通常の感覚よりもだいぶこう大きなものを握っているという感じになります。でクッション性がむちゃむちゃ高いので、マウンテンバイクで走るような場所、ハードテール、フルリジットのような自転車でもすごく吸収してくれる、タイプになります。でこれとこれをこう合わせてあげると、まあジャストフィットするわけですね。これが、入ってきた H グリップになります。でもう一個、これもお待たせしたんですけども、H バーパックですね。このジョーンズのハンドルのこのループしているところにバシーンとこうジャストフィットするんです。ジャストフィットするバッグが
入ってまいりました。これも防水性があって多少の雨では全然問題ないと。で、走ってる時はスマホもしくは財布、携帯工具など普通にちょろっと走るぐらいの荷物でしたらもう全然入りますので、これと合わせてセットするといいかなと。なので今からこうジョーンズのハンドルを使ってみたいという方はグリップ、ハンドル、H バーパックですね、これをこう3点でお買い求めいただけると非常にジョーンズ感を味わっていただけることができるというセットになっております。はい、はい、ということでですね、今回は、ジョーンズようやく入荷しましたよという、ご案内でございます。で、各実はですね、ジョーンズの、ハンドルですとかこのグリップってまだまだ奥深いところがあってですね、それはまた別の機会に、ご紹介いたします。で、ジョーンズのこういったですね、商品はですね、ウェブショップに載ってるんですけども、ちょっといつもとですね、お買い求め方法が異なります。お店の、ストックというページがございまして、そこからお買い求めいただく形になります。ウェブショップから行くとそこにこうなんとか飛べるようにリンクを貼り付けておりますので、そちらを飛んでいただいてお買い求めという形になります。でもちろん店頭に直接お問い合わせいただきましてもご対応、可能ですので、ぜひご検討ください。あ、最後に空手モンキーに非常に一緒にカスタムするなら人気なハンドルです。はい、ということで今回はジョーンズのループ H バーと H バーパック、あと H グリップですね、こちらの入荷のご案内でした。では、今回もありがとうございました。はい、すいません、重要なことを言い忘れておりました。価格ですね、価格、ジョーンズのループ H バー SG タイプ、通常のタイプ14,800円です。で、2.5 タイプ、ちょっとアップしたタイプですね、こちらが同じく14,800円です。で、実はですね、このジョーンズの商品に関しては送料込みです。送料込みなので、そのままお送りできますので、で、この H グリップですね、先ほど紹介した H グリップ、こちらが4,820円で、こちらHパックですね、こちらが11,800円になります。で、このおすすめなのはもちろんこのグリップ、ハンドル、H パックと、この3点セットが、おすすめになりますので、よろしくお願いします。はい、ということで、追伸でした。失礼します。